ワカチナのオアシスワカチナの円形ワカチナはペルー南西部イカ県にある小村。イカ近郊のリゾート地として知られている。住民は約10年で2倍に増加し、人口は225人。ワカチナは砂漠内の小さな湖の周囲にあり、南米のオアシスと呼ばれている。近年は数百メートルの砂丘を利用したサンドボーディングや、 サンドバギーの人気も高まっており、オアシスの周辺には観光客向けホテルや飲食店、旅行代理店などが並ぶ。砂漠をはじめ、ワカチナのオアシス周辺は国立保護区に制定されているが、近年は観光客の増加により水質の低下やゴミの増加などが問題視されている。オアシスの水に関しては一度枯渇してしまったため、現在は 定期的に水の入れ替えが行われるなど人の手で保護されている。伝説では土地の美しい姫がハンターに入浴を除かれているのに気づき入浴していた水たまりを湖に変えて消えたのが湖の始まりとされている。彼女が逃げる際に残されたマントのシワが周囲の砂丘になった。彼女は今も人魚となって湖に住んでいるという。若ちなには 人魚伝説にまつわる人魚像もある。イカ市内から若チナまではタクシーまたは三輪タクシーで約10分ほど。ありがとうございます。